洋日都市は台湾台北市出身の建築家、アメリカ建築家協会名誉研究員。台湾での数多くの公共建築を手掛けたことで知られ、2019年日本初進出となった台湾の大手書店、雑貨チェーン、誠品生活の店内設計も務めた。私立東海大学建築系学士、カリフォルニア大学バークレー校環境デザインカレッジ、建築修士。 1985年に自身の建築士事務所、洋日都式大本建築工場を台北と上海に設立。作品の大部分は東アジアに所在する。オフィスビル及び駅舎、学校、博物館などの公共建築を多数手掛けている。代表作は、乱用博物館、中高集団総部大量、呼吸博物院南部インクなど、ベネチアビエンナールなどで、 インスタレーション作品や国運ハウスの出展も行っている。要は一つの物件でも業者のストーリー、所有者のストーリーや思想があると考えており、建築にカメラのレンズとストーリー性を反映している。長年の友人である TV プロデューサーの大井中は上海で要の建築店に参観し、要は建築を一つの舞台と考えているとの印象を受けたと述べている。 かつてはニューヨークフィルムアカデミーで短期間だが映画を学んでいた。建築家ではない兄弟も建築設計を学んでいたが、幼少時の両親が自由発想を許容していたからだと述べている。重病をわずらい週に一度しか投稿できなかった時も、担任教師はように失責や懲罰をしなかったと言い,い、束縛なく育ったことが人生に影響を与えたと述べている。 自宅療養中は、辞典から漫画まで幅広く読書にふけた。高校時は美術に興味を持ち、画廊に通っていたが、進学先の東海大学には美術学科がなく、建築学科を選択した。当時は厳格な校風の国立台湾市範大学にしか美術学科がなく、自分には合わないと諦めている。要は、自身が頻繁な海外渡航で使っている。 台湾東園国際空港が好きではなかった。駅や空港の建築は流動性を優先し、刹那的な感覚にとらわれるためとしている。鋼鉄消火駅の設計を受けた際は、駅では一般的な柱のない開放感とは逆に柱を多様したデザインを取り入れた。当地の名産である柿を意識し、駅舎を温室に内部の柱を花や里芋に見立てた。 公年ガラスチンギ劇説を東洋のアビニョン演劇祭とすべく、タワムレ劇説発起人も務めた台湾の演出家、ライコイガワは、カラスチンの劇場コケラ落とし公演のために友人だったように設計をオファーした。要は、ライの代表作品、ジョムの夢とカラスチンの18、19世紀の情景を思い浮かべながらデザインしたという。台北の連合法大は建て替えで、 洋の設計による連合、ダイオへと生まれ変わったが、洋は初めて社を訪問した際に、地下室の印刷工場が印象に残ったため、活版印刷の活字棚に着想を得て、ビル外観のデザインに応用した。三兄弟の内次男で、長兄の洋人白くはデザイナー。三男の洋人教は照明デザイナーで、現住民の少年サッカーチーム、C33 フットボールリーグ創設者。 妻は、作家の容認幸。以下の人事は、大正建築物春光年を指す。誠品生活に本場支店。ありがとうございます。